ゃあベンチやろ。準備ができつつありますけれども、立花高校の皆様ですね、昨日のどんだくパレードに出場するために、3日の夜ですかね、10時ぐらいに京都駅をバスで、来られて10時間ぐらいかけて、来られたそうです。今日もこの後ですね、ありがとうございます、私が帰るわけじゃないんですけれども、今日もこの後急いで片付けて明日の6時ぐらいに着く予定なんだそうです。今日この場所でですね、初めて、我々させてもらいましたけど、たくさんの人に来ていただいて本当にありがとうございます。じゃあそろそろ準備ができそうですので、司会の方生徒の皆さんに代わりたいと思います。念願のコラボが叶いました。本日司会を務めます、京都立花高校3年フルートパート森すみれと、聖火女子高等学校吹奏楽部3年同じくフルートパートの山本ゆめはです。よろしくお願いします。私たち3年生は1年生の頃から年に一度交流をしてきて、今回で3度目の交流となります。私たち2人も1年生の頃に出会って連絡先を交換しやり取りをしてきました。今回もコラボできることが本当に嬉しいです。本日は合同で2曲演奏させていただきます。さて最初にお送りいたします曲は誰もが知っている名曲銀河鉄道99です。総勢200名で演奏します。それではどうぞ。
なんと立花高校もゲストとして昨日出演することができました。世の中で見られた方も多いのではないでしょうか。私たちは全国大会金賞という同じ目標を持って日々頑張っています。またライバルでもありますが、全国大会の会場で大会することも目標です。最後の曲は去年可愛いダンスで話題になりましたちぐはぐを演奏いたします。これからも聖火女子高等学校吹奏楽部と京都立花高等学校吹奏楽部の応援よろしくお願いします。本日はありがとうございました。Thank you.